雷影殿の呼びかけにより今ここに五影が集った。この場を預かる三船と申す。これより五影会談を始める。時間が惜しい。まずはわしがお前らを召集した理由を話す。うん、わしがお前らを召集した理由、それはいい加減お前らの真偽を問うためだ。またいきなりじゃぜ、雷影。真偽とは大げさなもの言いじゃな。しらじらしいこと言うな、土影。お前が一番怪しいんだぞ。なんじゃと。木の葉、岩、砂、霧、お前らの里の抜け人で構成されとるのが暁だ。しかもお前らの中には暁を利用してきた者がおることも調べがついておる。ふん。利用？利用とはどういうことだ。風影のくせに何も知らされてないのか。お前らはかつて暁を利用してきたのだぞ。今や大国は一様に安定してきた。軍拡から軍縮へと移行しとる。じゃがそれには当然リスクがつきまとう。突然戦争になったら誰が戦う。そのリスクを回避する一つの方法が戦闘傭兵集団暁だったということか。奴らは安い金で戦争を請け負い、その上最高の結果をもたらしてくれたもんじゃぜ。開き直るな、土影。どうなされた、水影殿。ここまで来たので正直に言います。実は先代の四代目水影は何者かに操られていたのではないかという疑いがありました。それが暁の可能性もあった。だから霧隠れとしてはそれを公にするわけにはいかず。やはりお前のところもか。全くどいつもこいつも。立場のことで言い争う前に一つ、この場にいる皆に伝えたいことがある。なんだ。暁のリーダーはおそらく内葉マダラだ。何？わしにもまだよくわからぬが、確かな情報だ。奴は死んだとばかり思っておったが、まさか本物の化け物だったとはの。中立国の立場から言わせていただこう。こうして五影が全員揃うことも滅多にあることではない。どうであろう、暁を処理するまでの間、世界初の五大隠れ里と忍び連合軍を作ってみては。連合軍だと。良い案だ。今は非常事態に等しい。協力こそが必要だ。わしも別に構わんぜ。だが問題は連合軍の権限を誰に託すかじゃが。あなた方だけでは揉め事になる。それゆえ拙者から提案させていただこう。人中力が木の葉の九尾だけとなった今、それをどう導くかが鍵となる。そしてそれぞれの性格、年齢、諸国への顔の聞き方を含めて判断した結果、拙者としては木陰に忍び連合軍の体験を任せてはいかがかと思うが。なんだと。